楽うまクッキング。今日は広島市中区八丁堀の料理教室ストゥディオグリオットを拠点に、家庭でできる最新のフランス料理からスイーツまで幅広く伝えるフレンチの伝道師、山本京子さんの登場です。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週はお鍋一つで簡単レシピというテーマで作っています。はい、今日はこちらを作ります。はい、鶏とレモンのスパイス煮ということで、はい、レモンたっぷりでね、ビタミン C も取れそうですし、あとはスパイスでこう体も温まりそうなんです。そうなんですよ。はい、はい、しかもこれ今日ね、簡単にできるモロッコ料理なんですよね。モロッコ料理です。はい、モロッコ料理一つ覚えたかったよという方ね、ぜひ覚えてください。はい、簡単にできます。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、そのモロッコ料理ですけども、はい、鶏肉とか豚肉がメインなの。鶏肉がとにかくメインなのね。でこう本当は鶏1羽分を丸ごとこう切って使うんですけど、うん、まあ、なかなかね、最近骨付きってもないので、はい、今日部位を変えて、うん、胸肉ともも肉両方使うんですね。両方使ってやっていきましょう。はい、これをだいたい5センチ角に切ってあります。そうですね、5センチ角ぐらいに切りましょう。はい、ね、それから、そして野菜もたくさん入るんですね。そうですね、野菜はね、もう何でもいいんですけども、うん、まあ、あの彩りも考えまして、今日パプリカは赤ですね。はい、赤で、この野菜全体がだいたい 2.5 センチ角ぐらいになるように切ってください。すべての野菜が 2.5 センチ角、はい、2.5 センチ角、うん、微妙ですけどねはい、そうですね。で、このやはりあの大きさをね、均等に切ることによって、うん、あの火の通りもですね、均一になりますからね。なるほど、今日は煮ていきますからね。はい、そうで、ナスですね。今日ナスを買うと細かったので、細かったですね。細いですね。なのでこれは 2.5 ということになると輪切りかなと思いますけど、皮をむがないでね、こういうふうに切りましょう。はい、ね、今日は皮ごと、こちらも 2.5 センチぐらいの大きさで切っていきます。パプリカの赤とナスの紫と、はい、それからあのカブですね。今カブ美味しいんですよ、甘くて。これも 2.5 センチ角。これも 2.5 センチ角。はい、で、玉ねぎ、はい、こちらも 2.5 センチ角、はい、ね、ということで大きさ全部揃えてあります。はい、はい、それで今日はレモンですね。主役と言ってもいいですねそうですね、すごいいっぱい使います。今日レモンは私のちょっと知人からいただいたレモンなので、はい、無農薬、お庭でできたから。お、ね、でもまあお店で買うとやっぱりワックスとか、うん、あの防腐剤が、ね、ありますから、きれいに洗剤で洗って、うん、今日は実は皮ごと使うんですよ。だから絶対にきれいに洗ってください。せっかく広島自慢のレモンですね。そうですよ、はい、でちょっとね、このヘタのところは厚く切って、白い部分がこう全部取れるように切りましょう、ね、そこから2、3、3 あまり薄くないように、4はいってますか、4ぐらいいってますかね、ぐらいの皮付きのまんま、輪切りにしていきます。はい、これは今日のうま技。ちょっとレモンティーで出てきたら引くぐらいの厚みですよねそうですねだいたい 3,4 ミリぐらい。分かりやすいわ分かりにくいでしょう、はい、で香りもいいですね。はい、こういうふうにレモンも用意しました。はい、じゃあ調理していきましょう。はい、お鍋に参りましょう。はい、これ鍋にもオリーブオイルが、ね、大さじに入ってます。はい、そこにお肉を入れましょう。はい、はい、はい、それで、炒めながらですね、ここに塩コショウをしていきますよ。はい、ね、でね、味付けがですね、ほとんど本当これで塩コショウとスパイスで決まっちゃうの で、 そうです、ね、ちょっとお肉の下味の時には、はい、ちょっと多めのお塩、あ、いつもより 塩はちょっと強め、強め、うん、で、コショウも、まあ、お好みで、強め、あ、じゃあ塩コショウしっかり効かせるそうです、ね、という方がいいでしょうね。これは炒めていきましょう。わー、いい香り、ね、で、これちょっと中火強ぐらいで鶏肉の表面が白くなるまで炒めたらいいですよ。はい、はい、あれもこのね、うん、胸肉ともも肉、うん、両方入るのがいいですね。そう、鶏を堪能できますね。そう、あとね、手羽先とかね、うん、鶏もも、あの手羽の元の方とか、結構骨からのね、あの美味しい、なんか骨の髄がいいっていいじゃないですか。うん、だから骨付きの方がね、お出汁も出ていいんですけどね。はい、まあ、お好みでいろいろ入れてください。はい、じゃあ次お野菜を入れていきましょう。はい、はい、
赤のパプリカ、はい、紫のナス、はい、白いカブ、で、はい、で玉ねぎは絶対入れてくださいね。煮込み料理は本当の旨味が出ますからね。あ、じゃあいろいろお好みのお野菜使っても大丈夫ですけど、一番入れた方がいいのは玉ねぎ、はい、玉ねぎね。あとどんな野菜がいいですか？あ、本当にじゃがいもとか人参とか、うん、でも全然 OK なんですよ。はい、じゃあこれにいいですか、はい、炒めたところに今日ビーフコンソメを入れましょう、はい、で今日ビーフコンソメ、あの固形のブイヨンだったりするんですけど、はい、600ml入ります。特にね、私のうまみなのは、ホンドボーというものをね。あ、今売ってますよね。そうなんです。今ね、缶入りとか、うん、あのパウチになった、うん、小分けされた、ね、ものとかありますので、そうすると本当に味が深くあるので。あ、なるほど。じゃあビーフコンソメもしくはホンドボーでも、はい、っていうことですね。そうですね。はい、入れてください。はい、さあ、それでは今日はスパイスにということで、もうね、ずっといい香りがしてるんですよね。はい、今日スパイスにもこだわりました。はい、こちらね、いろいろと用意してあります。うん、はい、今日は6種類用意したんですけども、順番に説明していただきます。はい、これはね、あのお家にあるカレー粉でいいと思います。はい、あのモロッコ料理結構あのこういうカレー味なんですよ。うん、なのでちょっと多めのカレー粉を入れてください。はい、それからシナモン。これシナモンで合ってますか？はい、シナモンです。はい、僕はもう区別がつかないですからね。はい、でローリエ。ローリエ、はい。これは自信満々でご紹介しましょう。はい、ローリエです。はい、はい、で次どこ言いますか？その後ろ。これでいいですか？はい、それクミンっていうものなんですね。クミン。あ、ごめん、タイムです。タイム。タイム、ごめんなさい。タイムです。おお、危なかった。危なかった。危なかった。クミンって言われたら絶対クミンだと信じますからね。これタイム。はい。でこれがナツメグですね。ナツメグ。はい。でこっちが。こっちはね、コリアンダーって言って。コリアンダー。これもね、モロッコ料理はね、欠かせない香りなんですよ。はい。まあでもお家にあるのはシナモン系、うん、ね、お菓子料理に使うシナモンとか、はい、カレー粉ありますよね。うん、まあ、その2種類は必ず入れてください。じゃあ今日はこの辺をミックスで使いますけど、うんうんうん、お家にある、カレー粉と、うん、シナモン、うん、この2つだけでも大丈夫ということですね。はい、はい、入れましょう。さあ、それでは参りましょう。これがね、本当たっぷりなんですよ。はい、全体が、小さじ1/2から小さじ1ぐらい入ってます。うん、これを全部ブレンドして入れていきましょう。うん、もう全体が 4g から 5g、6g ぐらいなってると思います。はい、この辺はちょっとお好みで増やしたり減したりしてもいいわけですね。こんな風に入れていきましょう。それからニンニクちょっと潰してありますけど2かけ入ってます。はい、たっぷり入ります。入りました。で生姜ですね。生姜も、パウダーでもいいですけども、すりおろしたものを今日は用意してますけど、はい、このフレッシュ感がいいんですよね。はい、はい、でここにローリエが入ります。これだけでもたっぷりと香りがあるんですけどもね。いやー、これはたまりそうですね。本当今日も寒いね、雪が降ってて寒いですから、ね、本当温まる要素のものがいっぱい入ってますね。うん、元気になりそう。うん、そう。わあ、いい香りですね。はい、はい、これでだいたいね、8分ぐらい煮てください。それとお肉も柔らかくなります。お野菜も柔らかくなります。はい、蓋をして、だいたい8分ぐらい。8分ぐらい煮込んだところですね。うん、ところです。はい、そこに今日レモンがね、入るんですよ。これ入れる前からもうレモンの香りが爽やかですね。はい、でこういうふうに1個分全部入れましょう。おね。はい、なので、うん、8分ぐらい煮込んでレモンの皮入れてから、うん、そうです。さらに2分ぐらい、2分ぐらい、うん、計10分ですね。もうこのままでももう8分2分煮込めばレモンの香り、爽やかな酸味と香りはどんと出てきますからね。うん、やっぱり皮付き丸ごとというところで香りが出やすいんでしょうね。はい、うん、そうですね。さあ、はい、それでは、はい、10分経ったものと、そうですね、差し替えましょう。はい、はい、さあ、開けますよ。じゃーん、わー、あ、もうレモンがあれですね。はい、相当いい香り出しますね。はい、出てます、出てます。わー、食欲そそるな。うん、それで今日はモロッコ料理ということで、このタジン鍋を用意してるんですけども、はい、日本でも流行りましたよね、タジン鍋ね。そうですよね、蒸し料理に結構使ってたと思うんですけども、うん、はい、ここに今日はクスクスを入れています。はい、これはパスタのショートパスタなんですけどもね、モロッコ料理はこれは必ずいるんですよ。はい、
今日はね盛り付けとしてこのタジン鍋ちょっと使っています。そうですね。もう何でしょう。もう抜群に香りがいいですね今日の料理。まあ、スパイスがねたくさん入ってますからね。食欲そそるな。さっきまでお寿司が食べたいと思ってた自分が嘘みたいです。、はい、もう完全にもうスパイシーな気持ちになってます。どうでしょうかね、はい、たっぷりと入れましょう。あ、おしゃれですね。はい、こちらで鶏とレモンのスパイス煮完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。今回は野菜のサイズを 2.5 センチ角に揃えることで火の通りを均一にしました。そしてレモンは皮ごとたくさん使うことで香りを料理にたっぷりと移してあります、はい、そしてこだわりのスパイスたっぷりの料理を今日はモロッコ料理でおなじみのタジン鍋に盛り付けました。はい、はい、さあそれでは先生さん、はい、どうぞ召し上がりください。この香りです ね、 ね、さっきね東海さんとも全く同じことを言ってました。お寿司から今このスパイシーな香りにもうモロッコです気持ちは。いいですか。あ、どこからいただこう。お好きなところから。ええ、まあ、どうせお肉からいくのは分かってます。美味しそう。いただきます。お肉のしかももも肉からいくと思いました。うん、うん、レモンの酸味が爽やかで効いてますね。このやっぱり何でしょう、本当に食欲をそそるいろんなスパイスの香りといい、辛みと酸味と甘さといろんな味がしますね。なのでタジン鍋に持ってからちょっとこう火にかけて温めたりしてもいいわけですよね。あの鍋自体がこう蒸すような形になっているので一回火にかけるともっとこう香りが立つんですよね。僕は嘘だと思ってるんですけど、はい、先生さんタジン鍋持ってるって言い張るんですよ。持ってるんです。持ってるそうなんです。なんかね5年前ぐらいのブームの時に買ったんですけどね、はい、まだ豚肉と白菜しか蒸したことないんですね。今回こういう風に使えばいいんですね。はい、ぜひねおしゃれにもなりますんで、ね、この料理も覚えてくださいね。はい、山本さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ明日はアイデア料理の川添さんに牛肉と春野菜の甘辛炒めを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。